劇作家の平田でございます。この後、この上演の後に私講演をしますので、できるだけ手短にご紹介したいと思いますが、それ歌舞伎の内容についてはまた奈義町の専門の方がご紹介いただきますので、その背景だけご紹介したいと思います。岡山県奈義町は、岡山県の県北、鳥取の県境にある6000人の小さな町です。この町が最近有名になりましたのは、NHK スペシャルなどでも放送されたのでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、2年前に特殊出生率 2.81 という日本一の町になりました。で、この町はですね、それがなんでそうなったかは後で解説をするんですけれども、子ども歌舞伎、それからその横線歌舞伎という地歌舞伎、農村歌舞伎をずっと守ってきまして、から20年前から子ども歌舞伎も始めまして、今は小学校3年生は全員学校で歌舞伎を習うというふうになっております。それから出生率だけではなくて在宅看取り率なども非常に高い、要するにコミュニティの力の非常に強い町なんですね。私、演劇やってる人間ですので多少我で陰性になりますけれども、こういったこの歌舞伎を守ってまた発展させていることとですね、このコミュニティの力が強いことは非常に強い相関性があるのではないかと考えております。そのことはまた講演会の中でお話をさせていただきたいと思いますけれども、から今日外国の皆さんたくさんいらっしゃってますが、海外の方にとっては逆にその教育の中に演劇が生かされている、あるいはコミュニティの活動の中に演劇が生かされているのは当然のこととお考えかと思いますが、一応これも解説を加えておきますと、残念ながら日本では教育の中に演劇はほとんどありません。私は大阪大学と東京芸術大学の教員をしているんですけれども、東京芸術大学も残念ながら美術学部と音楽学部はあるんですが、演劇学部というのはないわけです。映像は大学院にありますけれども、演劇の学部学科は一切ないわけです。あるいは通常欧米の多くの国では高校生の選択必修には音楽、美術、演劇というのが普通なんですけれども、日本の場合には音楽、美術、書道というふうになっている、わけですね。ちなみに韓国、お隣の韓国でも来年度から高校生の選択必修に演劇が入ります。シンガポールも同じような政策を持ってますので、この点でもですね、表現教育、コミュニケーション教育に関してはアジアの先進国の中でも日本は相当遅れを取ってしまっているということです。そういった問題提起も含めてですね、今日歌舞伎を見ていただき、また講演を聞いていただければと思います。そろそろ幕の裏での音が静まったので準備ができたんではないかと思います。ぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。それでは今日はお招きいただきましてありがとうございます。岡山県奈義町から参りました横前歌舞伎保存会子ども歌舞伎教室です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。横前歌舞伎は江戸時代から途絶えることなく続いてきました岡山県奈義町につながる、アマチュアの歌舞伎劇団です。子ども歌舞伎教室は平成8年に横前歌舞伎の後継者育成事業として開校し、今年も下は4歳、一番上は高校2年生、26名が参加して子ども歌舞伎稽古を頑張っております。で、歌舞伎の稽古だけでなく楽器に触れたり化粧の体験をしたり小道具や大道具を作ったり、そういうことも、歌舞伎に関わるいろんなさまざまな体験を楽しんでいます。今日ね、出てくる大道具も子どもたち手ずから作って色を塗ったというものです。そこにも注目してやってください。自ら進んで参加しセリフを覚えてみんなで稽古を重ね披露して評価をされるというまさにアクティブラーニングです。今日は5年生と中学校2年生の高学年チームでの出演です。普段はね、たくさん掛け声がかかったり拍手があったりおひねりが飛んだり、そういう環境の中で公演してるんで、今日はねちょっとみんな緊張してるようなんですけども、温かい拍手で迎えてやってください。今日のお芝居は、絵本太閤記というお芝居です。絵本太閤記は織田信長が家臣の明智光秀に討たれた事件、本能寺の変から羽柴秀吉ですね、人の弔い戦で滅ぼされる三日天下を描いた全13段の歌舞伎の名曲です。信長を春長、
明智を武智、羽柴秀吉を真柴久吉などと名前を変えて脚色されています。特に今日演じる十段目は体重と呼ばれて繰り返し上演される人気の一幕です。80分のお芝居を25分で上演していくのでちょっと分かりにくいんですけども、今日の舞台は母親の光秀の母親さつきが主君を討って逆賊となった息子を呪い、尼崎の粗末な家に家出をしています。この環境には光秀の妻美佐夫、息子十次郎、十次郎の婚約者の初菊が訪れています。そこに一人の旅の僧侶が宿の無心に現れ、母のさつきは心よく僧侶を止めてやるのでした。果たしてこの僧侶こそ光秀の様子を探るため僧侶に変装して潜入してきた真柴久吉です。やがて眼前の梅を埋め尽くすほどの久吉の大軍が船で押し寄せ、息子十次郎は必死の出陣をします。今日のお芝居はここから始まります。それでは、横前歌舞伎本太閤記十段目です。今日は最後までよろしくお願いします。¡Gracias!
らぬこととは言いながら、現在母子考慮。待ってね。
方に人所仲間へ今や帰国と相待つところへ敵はそれとも知らない
ささ、早く、早く。Thank you.
ちょっとだけインタビューを誰に聞きましょう。どう中学生は中学生よりいます。あ、中学生、はい、あ、そうですか。黒子ね、はい、どうでしたか。いや、緊張しました。緊張しますね。緊張してるようには見えませんでしたけどね。何歳からやってるんですか。小3ぐらいからやってます。小3からやってるんですか。いろんな役をやったんでしょ。はい、はい、今までで一番面白かった役はどれですか。白髪で髪が長かった。ああ、そうですか。はい、はい、おばあちゃん役はいくつですか。10歳。あ、10歳ですか。どうですか、おばあちゃん。なんかおばあちゃんはこんな感覚をするんだなって思った。あ、それはいい体験をしましたね。はい、そうですか。じゃあ他の2人、いくつですか。みんなあと10歳かな。10歳。はい、いくつからやってるんですか。小学1年生。あ、そうです。歌舞伎は楽しいですか。楽しいです。はい。どこら辺が楽しいですか。芝居のあれクライマックス。おお、あ、そうですか。はい、ありがとうございます。